ましたしゅうちゃんオートです。今日がね、3日目の準決勝ということで九州スポーツ杯ですね。今日も晴天でございます。両走路で行われるんじゃないかなというふうに思います。果たしてね、荒尾選手が3連勝で優勝戦に行くのかどうか、ね、その辺が一番の見ものでございます。今日も頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴をよろしくお願いいたします。ブルーランプが点灯しました。さあ1本目、一般戦の7レースでございます。ここ一番の、ね、松尾選手スタートね、しっかり、時計のトップスタートでいけると思います。あとは逃げて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 逃げまくるだけ。頼ませ松尾さん、一番戦スタートしました。はい、ゼロハンスタートは1番の松尾学、2番の西高は枠なりの発進となっています。10メートルからは3番稲原、そして4番山本、こちらも枠なり。しかしさあギャランドゥも今日も見せどころだよ。5番の片岡、インコースを除いて一気に2車をさばいていきました。片岡さん早いな。5番片岡がここで3番手とポジションを上げていきまして、西高さん頑張って、レースは2周目と入っていきます。中段から後方の位置、学者逃げろ。山本、そして6番の青木、そのインコースには8番田中がつけています。ギャランドゥのうちはなかなか入れねえぞ。7番の志村、最後方3番の稲葉瑞穂、1番の松尾先頭、インコースから捉えた5番片岡が2番手上がる。3番手交代、西久保さん頑張って。直後では最終半から8番田中、4番手、レースは残り4周回です。西久保さん頑張れ。1番の松尾がまずはリードを広げていました。その入り方か。中段8番の田中将希、2番の西久保をインからさばいて、ここで3番手と上がっていきました。やばい、将希の攻めが早い。田中が3番手から追う展開となりまして、レースは残り半分で3周回です。1番の松尾さん頑張れ。リードはあります。2番手からは5番の片岡、さらにそれに接近8番の田中将希が内を狙ってくる。5番の片岡を捕まえまして、あと2周でこの辺がきつい。5番片岡は3番手交代、その後ろ4番手から追ってくる7番の新村義幸、5番の片岡を捕まえられるか。レースは残り2周の終盤戦、先頭争い、1番の松尾学を射程圏内に捉えました。インを除いて狙っています。8番田中将希が3コーナーへの突っ込み、ここで入っていきますが、応戦するか1番の松尾学、さらには外からまくった、外からまくった7番の新村義幸、レースは残り1周、青旗丸で最終周回。先に7番の新村がまず先頭を立ちました。8番の田中将希、7番の新村を捕まえられるか。レースは残り半周となっています。7番の新村先頭、8番田中将希2番手、3番手争い、1番の松尾学、4番の片岡、5番片岡。いや、新村選手おめでとうございます。新村ゴブルーランプが点灯しました。さあ8レースですね。4番竹中選手、ここ一択で勝負でございます。スタートがね、まず肝心、安藤さん、磯部さんより先に行ってほしい。スタートまで3秒を切りました。竹中さん、最終日頭行きましょう。第8レースの一般戦スタートしました。そっか伸びてこい。10戦3社のスタート、ほぼほぼ並んだスタートとなっていました。中から3番安藤、安藤さん先行った。竹中、4番竹中がトップスタートを切りました。3番手に3番安藤、その後ろ4番手車間が空きまして2番磯部ですが、それを田島さん来たよ。5番田島です。田島さん出走気配ね、昨日も良かったんだよな。さらにそれについて起用に8番吉松勇気が上がりまして、レースは2周目と入ります。6番手に2番の磯部、最後方が7番の道地良介の体制です。1番の岩本が先頭、直後には4番の竹中修司、3番手3番の安藤、そして5番田島、8番の吉松がその後ろに続いて、やだよ岩本さん引っかかんの。現在は縦長の体制となっています。1番の岩本タイミングが合わんですが、ここは4番の竹中、まだ現在は2番手の位置、コーナーも入ろうとするんですが、ここは下がってしまいました。3番の安藤がその後ろ3番手、そして5番の田島、インに切り返してくる8番吉松、しかしここは入れません。レースは残り半分3周回、
先にインコースから5番田島が3番安藤を捕まえました。さらには空いたところ8番の吉松も上がりまして4番手と浮上しています。ダメだピッチが上がらん。5番手交代です。おおマジかよ竹中さん。2番手に4番の竹中、滑ってしまったのは5番田島、外からまくる8番の吉松勇気。追って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 8番の吉松が3番手と上がりまして、続いてはインコース狙います。マジかよ。竹中の太ももを捉えていく。8番の吉松がここで3番手から2番手浮上なるか。わーやった。ここは落車です。4番の竹中、そして8番の吉松勇気、落車となってしまいました。先頭は1番の岩本です。2番手には2番の磯部が続いています。さ、2番手には5番田島が続いています。先頭1番の岩本、そして2番手5番の田島、3番手は3番安藤、そして2番の磯部で間もなくチェッカーフラッグです。先頭は山本さんだ、おめでとう。ブルーランプが点灯しました。さあ準決勝1本目でございます。ね、福岡選手ここ勝負でございます。まずスタートね、重友さんのスタートをまず食い止めて、あとはね西崎さんをまくっていけ。第9レース、さあ準決勝戦行け。スタートしました。20戦は3社のスタート、ここは4番高林から6番の松崎と行きました。30戦最終盤好スタート、8番の久門、そして7番の辻大樹、5番の福永が叩かれて最後方からのレースです。1周3コーナーインに入った4番高林が3番手と上がっていきました。いや久門さんの攻めが早い。5番手からインに車を切り返します。8番の久門通る。レースは2周目と入ります。1番の西崎先頭、2番手2番の福岡隆、3番手に4番高林亮、そして4番手8番の久門通るです。高まくれ。5番手に6番の増崎がついて、その後ろ7番の辻大樹です。4番手からインに切り返しました。8番の久門がここで3番手浮上。レースは残り4周回。1番の西崎に接近するのは2番の福岡隆、さらには3番手8番の久門、インコース8番の久門がここは切り込んでいきまして、2番手と上がっていきました。そこ入られんの2番の福岡隆、飛んでっちゃう。さらには4番高林もここは上々のペース。レースは残り半分3周回。内からは6番の増崎、ここで3番手と上がります。久門さんうめえな。4番手交代に4番の高林です。先頭は8番の久門通る、2番手には1番の西崎です、3番手6番の松崎、さらには4番高林が続いて、レースは残り2周の終盤戦。6番の松崎が1番の西崎を捕まえて2番手と上がりました。完璧な紐決着でございます。これは1番の西崎は3番手交代、その後ろ4番手に4番高林が続いています。インコース刺して4番高林が3番手浮上、8番の久門先頭、6番の松崎2番手、いや4番高林3番手、レースは残り1周です。うまいな本当に。8番の久門が先頭、2番手6番の松崎陽介、車間相手4番高林は3番手で最終コーナーへと入っていきます。8番の久門が先頭、ここは見事な速攻でした。2番手6番の松崎、久門選手おめでとうございます。ブルーランプが点灯しました。さあ2本目の10レースですね。ここはね、ちょっと思想がねきつかったんだけど、順平頑張って、時計の針が動いて、ね、外からまくってくるのをちょっと見たい。グイーンと頼ませ準決勝戦頑張れ。スタートしました。ゼロ班のスタート、外から2番の水口が行く、そして10メートルも外を4番の矢野、その後ろ20戦では6番中尾が行きまして、 8番中村清介も先行。スタートはいずれも外枠が行きました。わあ桜木さん早いぞ。1周3コーナーでは3番桜木がやり返していく。3番手と上がっていきます。5番手の位置6番の中尾、インコース覗いて4番矢野を捕まえに行きます。レースは2周目。
2番の水口が主導権、2番手1番の花本、3番手3番の桜木君が勝つ、4番手には6番中尾、3コーナーインコース入って3番桜木が2番手を奪いました。1番の花本は3番手、その後ろ6番の中尾、そして8番中村恭介5番手。レースは残り4周を切っていきます。2番水口の主導権、3番手から内を除いて6番の中尾が3番桜木をまずは捕まえて2番手へと上がりました。3番桜木3番手交代、その直後では8番の中村恭介です。8番中村恭介は現在4番手の位置。レースは残り半分で3周回です。粘りの競争、2番水口、ここはしっかりと引っ張っていきます。先頭を守る。2番手に6番中尾、3番手3番の桜木君勝、8番中村恭介は4番手から、さあ中岡頭までいくか、できるでしょうか。レースは残り2周の終盤戦、いった。先頭争いでは6番中尾が先頭へと立ちました。2番の水口は2番手交代、3番手3番の桜木、そのインコースを狙うんですがここは入れない。8番の中村恭介、やっぱね、打ち狙っちゃうとねダメなんだな、切り返しっていうか、失速するまではいかないけどね、どうしても失速は出てこないで、外からまくっていくしかないんだよ。3番桜木が捕まえました。2番の水口3番手交代、4番手に8番中村恭介、先頭は6番中尾が抜けました。多分この方が車速出るんだよ、ここでまくりが決まる。やっぱりね、恭介ここなんだよな。6番中尾先頭、中尾おめでとう。さあ11レース篠敦登場、あとはね1号車のマキちゃんがね、スタート残せるかどうか、そして篠敦のスタート、これトップスタートに行けたらね、もう頭まであるでしょう。どうほともスタート勝負、さあ行け。スタートしました。30戦のスタートは4番田中輝義、5番の井村涌谷発進、40戦最終半トップスタートを切ったのは外枠8番の篠原です。その後に7番の別府慶吾、最後方は6番の瞳、1番の吉川がまずは先行逃げ態勢、2番手2番の池浦、少し車間空きまして3番の稲原良太郎。レースは2周目と入っていきます。最終半からスタートを決めた8番の篠原、現在は5番手の位置につけまして、4番田中輝義に接近してまいりまして、インコースからここで捉えていきました。8番の篠原が4番手へとポジションを上げていきます。さらにはそれについていくように7番のベップ警号も上がってくるところ、レースは3周目です。マキシャンペースが早いぞ。大きくまだリードがあります。1番の吉川が先頭、2番手には2番の池浦、3番手3番の稲原良太郎、そのインコース、さあここから疾走タイム、8番の篠原が3番手と上がりました。行こう頭まで。3番稲原は4番手交代、その後ろに4番田中輝義が続いています。レースは残り半分です。3周回、先頭は今節連勝中1番の吉川真希、今年初優勝に向けてこの位置守っていけるか。1番の吉川が先頭、そして2番の池浦は2番手、3番手から猛追してくるのは8番の篠原です。8番の篠原が現在3番手、2番の池浦との車間をじわじわと縮めてきまして、レースは残り2周の終盤戦へと入りました。いやーマキシャンまでいけねえな、これぞ。8番の篠原、2番の池浦を射程圏内へ捉えていくか。1番の吉川真希先頭、まだセーフティーリード、リードは大きくあります。2番手2番の池浦、そのインコースに入りかけていきます8番の篠原、しかしここは2番池浦も抵抗。レースは残り1周、青旗振られて最終周回、うわー2着まれた。2番池浦が粘っている。2番手には2番の池浦、これ入ってくるでしょ。3番手から8番の篠原、最後仕掛けなるでしょうか。最終コーナー飛び込んだ、ここで入りました。8番の篠原が2番手に上がりました。うわー2着までか。まもなくチェッカー、先頭は1番吉川真希。は8番荒尾聡が、さあ最終レース荒尾選手が登場でございま す, す、ね、昨日まで本当に強い勝ち方をしてまいりました。果たして今日も同じように強い勝ち方ができるのかどうか。まずはスタート、さあ行け。スタートしました。
30戦のスタート4番の5勝、そして5番の田中進、ここは5番田中が行きました。最終班から6番の石本圭也好スタート、行った。4番手からのスタートとなりました。トップスタートを切っています。1周3コーナーでは3番高田が1番の石橋圭司をトライにかかります。さらには後方の位置8番の荒尾もポジションを上げての6番手の位置。レースは2周目へと入ります。2番の松部先頭、2番手に3番高田、3番手は1番の石橋圭司、そのインコース入ってくる6番の石本圭也。トップスタートから6番の石本が早くも3番手へ上がりまして、さらには3番高田の外からまくっていく6番石本のまくり。レースは残り4周回。いやー、圭也が早いわ。2番手へと上がりました。さらには人気8番の荒尾聡、現在は5番手の位置。インコース除いてここで3番高田、5番田中進むと2車をかわしてまいりました。8番荒尾が3番手に上がる。さらには外まくって5番田中進む4番手の位置です。先頭は2番の松部慎二、外まくり構成。6番の石本がここでトップへと立ちました。6番の石本先頭、2番手2番の松部のインコース、8番の荒尾聡、8番の荒尾が捕まえました。ここで2番手に上がる。3番手交代、2番の松部慎二、そして5番田中進が4番手の位置。レースは残り2周の終盤戦です。最終班からトップスタート、6番の石本先頭、2番手には8番の荒尾、少し荒尾選手捕まえられるのか。2番の松部が3番手、そして5番田中進は4番手の位置を走っています。その後ろに7番の高宗良二です。6番の石本が先頭でレースは残り1周です。青旗振られて最終周回、6番の石本先頭、そして2番手には8番の荒尾聡が追走。いやー、思想通りの3番手争いでは2番の松部、素晴らしいレース。そして5番の田中進です。最終コーナーから最後ホーム直線へと入っていきます。先頭は6番の石本、まもなくチェッカー。6番石本先生、おめでとうございます。はい、ということで最終レースまで見ていただきました。いや、石本選手の速攻が決まった。いや、久しぶりに軽足レースを見ましたね。なんと荒尾選手もね、さすがにちょっとね追いつけない、あの速攻はねやっぱ素晴らしいでございますね。明日も同じレースができるのかなね。さあ、明日も優勝戦です。今日は全敗でございます。はい、いつもかすいません。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録、高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロトの新規入会をよろしくお願いいたします。